はい、ブライです。井筒和幸監督です。井筒監督らしいっていうのか、まあ、あの人の映画みんなそうだけれども、はい、ヤクザを通したの日本戦後史っていう感じで映画でしたね。いかにもそうなんですね、ちょうどなんか救急車の音が聞こえてきましたけど井筒さんの話をするとまあ、そうなんですね。戦後史、昭和戦後史っていうぐらいのそんな、それもあんまそんなにこう手を広げないで地方都市で、はい、それほど大きくないあの薬剤一家を通してすごくあのディティールが、まあ、充実してる映画なんですよね。派手なこうストーリーがあったりとかこうあの構想があって切ったハットをやる見せるっていうわけじゃなくて、あ、そうなんですね、まあ、要するにどうやってしのぎをあのものにするかと、市会議員があのヤクザの構成員 の、はい、あの高校の同級生だとか、はい、これじゃあなんていうか委託するなって言ったって無理だよなっていう感じですとかね、はいはい、それからもうあのそういう政治家を当たり前に使って利権に扱ったりとか、あのいろんな工事であるとか、あと参拝であるとか、そういうところも至るところにやっぱりあのヤクザが絡んでいって、基本的にはもうしのぎなんですよね。だからやたらと切って貼ったっていうところはないんだけれども、そういうバイオレンスシーンは短いし簡潔なんだけど非常になんか凄みがあって、まあ、あの冴えてましたね。あとあの背景がすごくあの手がかかってて、 VHS がこうずらっと並んでビデオレンタル店であるとか、あとインベーダーゲームが本物出してくるとか、なんかね、あれなんか用意するの大変だったろうなっていう。ということはちょうど79年80年そのあたりの、式も80年代ぐらいでしたっけ設定が、もうちょっとまだっていう気がするけど、スパキ帝国も大体それぐらいですね。70年代、相変わらずっていうか、もうすごい大勢の人間が出てきて、それがこうわちゃわちゃしてる感じっていうんですかね、あれはもう独断よって感じですが、ケイズシネマっていう、はい、あの昔 の、 あの新宿昭和館っていう映画館があった跡地にできた、はい、まあ、イニシアターですね、はい、新宿昭和館っていうのが、まあ、あの昭和のヤクザ映画のこうばっかりかけてた映画館で、まあ客とこう掃除のおじいさんとかを本気で喧嘩始めちゃって、あのタバコ の、 あの吸い殻を捨てたって床に捨てたって言って、それでもう本気で喧嘩やって表に出ろと、それで本当に出てってそのまま2人とも帰ってこないとか、そういうもう本当に悪い場所っていうんですかね、あのスクリーンの中と外との区別がつかないみたいな。今だと本当にやっぱりこう綺麗にはなっちゃっていますわね。撮影をわざとあの16ミリフィルム使って、井筒監督っていうのは昔からのなんていうか白黒にしたりとか、あとあの照明をわざとこういわゆるこう綺麗な照明しなかったりとか、ザラッとした感じにしたりですね。そうですね。タイトルもあれはなんか楽器帝国だったかな、なんかそう傷みたいな楽器帝国ってこのなんでしょう、ネオンの傷みたいなタイトルだったような気がします。うん、楽器帝国でいうと今のその映画館で喧嘩で思い出しましたけど、中学の時に楽器帝国を大阪の西梅田の毎日ホールっていうところで見たんですけど、まあ毎日ホールっていうのはあの毎日映画コンクールで受賞した作品をまあ順番にやっていくっていう、そんなにその何でしょう、あの当時難波梅田で一番館であの公開される映画のその後に公開される映画館だったんですけど、毎日ホールっていうとこがあって、そこで3人で楽器帝国を見てたら7人組のお兄さんがこう誰にメンチ切ってんねんって、いや映画見てるだけやっていう、こうこっちから来て、そこから同じように喧嘩になって、西梅田のあの商店街をそれこそ楽器帝国とかパッチキみたいにバーって逃げて追いかけてきてっていう、立ち止まって喧嘩になってっていうのがすごくよく覚えてますね、そのままでした楽器帝国なので、すごく井筒さん の、 あの作品を見るといろいろと懐かしい感じがします、一度あの井筒さんの助監督をやってた人が監督する作品があって、で、友情出演的に井筒さん出ていただいてっていうのがあった時にいろいろお話しさせてもらいました、もう結構前ですけどね、電話で話してここに来てくださいって言って現場に来ていただいて、
で出演していただいたんで、うん、あのそのままの人だなって感じでしたけど、ここおったらええんかとか言うからあ、でも面白いですよね、作品はね、パワフルでね、ええ、そのパワフルさはまだ依然として健在でしたか。まあ、仁義なき戦いのセリフをあのそっくりそのままこう引用しているところがあったりするんですね。まあ、仁義なき戦いシリーズっていうのはやっぱりヤクザを通したの日本戦後史現代史っていう感じがすごくあるけど、はい、そこに出てきたみたいなこう組織がバチッとできてるっていうのと違う、ちょっと違ってたりましたね。そんなに組織的じゃなくて、こう特に後半になるとあの暴力団 対策法であるとか、それであのだんだん崩れてくるんだけども、それでもう結構しぶとくあの外国行って生き延びちゃうみたいな。なるほどね。あんまりこう悲壮な方に行かないんですよね。割としぶといっていうのか、切り火的っていうんですかね、ライオンとトラのこう対決っていう見せ物をやるっていう煽って、はい、それ本当にやるのかって言ったらやらないで、ああいう強い者同士っていうのは腹減らない限り喧嘩しないんだよって、まあ、一種象徴的なセリフで言ってますね。あそこに出てくる組っていうのはそういうトラとかはライオンじゃないから、あれに醸造みたいなことありつつって感じですね。しかも前にここで話した時に同じような話をしたと思いますけど、その防隊法があって、まあ、その前にその先ほど出てきたその政治家とそういう関係の人はもともと幼なじみだったとか、っていうのが前にもねここで話しましたけど、ガキ帝国でいうとピース会ホープ会があって、その敵というかポパイっていうのがいるんですけど、その若者は警察に入ってるんですね。警官になる機動隊員、ヤンキーの兄ちゃんが機動隊員になる、時計仕掛けのオレンジでいうとディムっていうあのグループの中の一人がやっぱり警官になる。ワンダラーズっていう映画ではテラーっていう敵 あのいかついお兄さんが海兵隊に行くっていう、みんなその受け皿があったというか共存してたというか、みんな仲間だったっていう、その中であの裏の方を受け負う人、表をやる人っていうで、みんなで一緒に生きてたっていうのが、まあ、伊豆さんの映画もそうですけど、包帯法の前ではいいと悪いがごっちゃになって、その中でも譲っちゃいけないことはやっちゃいけないことはやんないっていう、なんかね、それは仁義なき戦いもそうですけど、仁義がだんだんなくなっていく、で今に至るっていう映画見てるとよくありますよね。それがね、だんだんとその仁義がなくなっていく、ガキ帝国パッチキはもう結構自分の中でもベスト級に入る作品かな。